大阪府道三十六号泉大津見原線と並走する堺千木道路堺千木道路は大阪府高井市市から大阪府堺市が各に至る有料道路である。なお、全線が地域高規格道路の計画路線としての堺千木道路に指定されている。料金が均一百円であるため、百円高速という名で呼ばれていたが2018年4月1日に 大阪府道路公社から西日本高速道路に移管される際に、大距離制料金に移行した。高速道路ナンバリングによる路線番号は E90 が割り振られている。全線にわたって、府道36号泉大津見原線の振動の中央部に1986年12月から約4年をかけて建設された。半和自動車道及び、 阪神高速4号湾岸線とを直結して、関西国際空港へのアクセス道路、特に大阪府の北部及び東部、奈良県北部、京都府、滋賀県、兵庫県南部内陸部及び北部、中国地方、東海地方、北陸地方方面から向かう主要ルートの役割を果たしている。自動車専用道路ではないが、自動車専用道路と同等の通行規制がなされている。 なお、案内標識は、青色のものが採用されている。トロシ出入り口は、JR 半和線をまたぐ、高架上にあり、並行する不動36号泉大津見原線を、含めた福音が狭いため、本線が片側一車線となる。境線木道路内には休憩施設は存在しない。諸葛警察平日24時間交通量、地域高規格道路。 国土交通省近畿地方整備局道路部。2012年6月12日閲覧。高速道路ナンバリング一覧。国土交通省。2017年3月3日閲覧。高速道路ナンバリング路線図。国土交通省。2017年3月3日閲覧。大阪府、堺線北有料道路。大阪府都市整備部。 2012年6月14日閲覧。南海本線との立体交差路であるため。スケマツ JCT 利用時は、阪神高速の通行量がいる。阪和道本線料金所ノンストップ通行開始。西日本高速道路、大阪府道路公社。P1 から7。2012年6月14日、閲覧。平成30年近畿地方整備局国時第69号。 官報平成30年号外第73号独立行政法人国立印刷局2018年3月30日12ページ2018年4月1日閲覧平成30年4月1日からの近畿圏の新たな高速道路料金について西日本高速道路2018年3月2日閲覧平成22年度道路交通センサス 一般交通量調査課処別基本表。国土交通省道路局。P45-47-2012 年6月14日。閲覧。阪神高速4号湾岸線に接続するため、阪神高速道路の料金が必要。ありがとうございます。